ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。オンスロートは2002年10月5日に発売されたオンスロートブロック最初のエキスパンションで、サイクリングや部族、変異をテーマにしたエキスパンションです。そしてオンスロートの目玉といえば、やっぱり、ね、欠かせないのがフェッチランドの存在ですね。オンスロートで登場したフェッチランドは有効色の組み合わせの、そのカードに合わせた基本都市タイプを持つカードであれば、何でも持ってくることが可能な土地です。平地や島などの基本土地はもちろん、リアルランドやショックランドなども持ってくることが可能。これによりマナ基盤がかなり安定し、デッキの多色化が大きく進むことになります。また、フェッチランドの有用性を語る上で欠かせないのは、ライブラリーの圧縮であったり、落ち肥やしやライブラリー上のカードのリフレッシュなど、様々な効果があることです。単色であったり、片方の色が合わない場合でも無駄にならない構築ができるため、使い勝手がいいのが特徴。モダン以下の環境であればほぼ必須で、特に多色のデッキであればフェッチランドの入らないデッキはないと言っても過言ではありません。そのため人気は非常に高く、オンスロットのフェッチランドでフォイルカードともなれば10万円以上で取引されているほどです。ただね、とりあえずね、まあ、オンスロット語る上でフェッチランドね欠かせなかったので、最初にご説明させていただきましたが、まあ、今回ねこのオンスロットから名カードを5つ選んでご紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは賛美されし天使です。賛美されし天使とは6マナ45の天使で、飛行と変異、またダメージを与えるたびにそのダメージと同じ点数のライフを回復させる効果を持っています。強力な天使たちがマジックには多く存在していますが、その中でも非常に優秀で強力な1枚。そのコストは6マナとかなり重いですが、変異を持っているのが偉いところ。3マナで裏にして出しておいて、次のターンに4マナで変異させれば、実質4マナで4号飛行、ライフ回復能力付きの天使が戦場に現れます。変異を経由するという手間こそあるものの、そのコストパフォーマンスは高く、特に赤系のデッキや純粋なビートダウンデッキには圧倒的な有利を取ることができます。これを対処できなければそのままゲームエンドということも。弱点は確定除去に対する耐性がないこと、そしてオンスロートブロックがスタンダードにあった時期は優秀な変異持ちクリーチャーが少なかったこともあり、デッキカラーですぐにバレてしまい、表に返す前に対処されてしまうケースも少なくありませんでした。よく使われたデッキは、緑白ビートダウンやエンジェルストンピー。オデッセイでは野生の雑種犬や従軍の呼び声などが登場しており、さらにその後にジャッジメントでは緑と白が優遇されていたため、緑白ビートダウンはすでに一定の下地がありました。そしてオンスロートではこの賛美されし天使や貪欲なるベイロスなど、サイズの大きなクリーチャーによる打点と強烈なライフアドバンテージを得られるカードを獲得。そのカードパワーで相手を圧倒することができました。反面動きが大振りであるため、コントロールデッキに対しては非常に相性が悪いという欠点がありました。もう一つのエンジェルストンビーはレガシーで登場した白のビートダウンデッキ。イニシエの墳墓や金属モックスなどでマナ加速をし、賛美されし天使を素早く出すことを目的としたデッキです。マナが潤沢にあるため装備品と相性が良く、白をベースにしているためルーンの母などでクリーチャーを守りやすいのも特徴。賛美されし天使がメインではありましたが、その他にも白の軽量クリーチャーが多く採用されており、そこからビートダウンが狙えるようになっています。続いて紹介するのは、追い打ちです。赤の3マナエンチェントで、赤2マナを含む5マナを支払うことで、自分のクリーチャーを全部アンタップし、そのメインフェーズの後に追加のセントフェーズとメインフェーズを行うことができます。ビジョンズや基本セットで収録されていた連続突撃を内蔵したエンチェントであるため、マナの続く限り何度でも使えるのが魅力ですね。ターンやフェーズを追加するカードの常として無限コンボのパーツとして使われることが多いですが、もちろんこのカードも例外ではありません。相性のいいカードの一つとして共演と飢餓の剣が挙げられます。実は以前の動画で軽く触れたのですが、こちらの場合は共演と飢餓の剣を装備したクリーチャーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび土地を全てアンタップできるため、その土地から追い打ちを起動することで無限コンボが成立します。もう一つおすすめなのが凶暴な熱光。凶暴な熱光は6マナ44のドラゴンですが、攻撃するたびにステップやフェーズをまたいでも失われない赤と緑のマナをそれぞれ3つ生み出します。これを組み合わせれば凶暴な熱光が攻撃した後のメインフェーズで追い打ちを起動できるため、凶暴な熱光が攻撃できる限り無限に攻撃し続けることが可能となります。最近よく使われるのは統率者戦で、赤を含むデッキであれば比較的入れやすい1枚。統率者戦の人気の高まりとともにじわじわとシングル価格も上がってきています。続いて紹介するのは総帥の召集。総帥の召集は黒の5マナソーサリー。各プレイヤーが選んだタイプのクリーチャーが墓地からすべて戻るリアニメート系のカードです。こちらのカードは日本語版で5色があり、
各プレイヤーはクリーチャータイプを一つ選ぶ。各プレイヤーは自分の墓地からこれにより自分が選んだタイプを持つクリーチャーカードをすべて場に戻すとなっており、自分の指定したタイプのクリーチャーしか戻せないように書いてありますが、実際の効果は全プレイヤーが選んだタイプのクリーチャーをすべて戻します。そのまま使うと相手に恩恵を与えてしまうので、シギレイのシャーマンやアサル・ナンデーなどの墓地対策カードで相手の墓地のクリーチャーを追放してしまうのがいいでしょう。このカードの力を最大限に発揮できるのはやはり部族デッキ。特にオンスロートでは部族を支援するカードが多く収録されていることもあり、部族デッキが組みやすい環境になっていました。そのため部族デッキの中にはこれをエンドカードとするデッキも誕生しています。代表的なデッキの一つがビースト召集。オンスロートブロックのテーマのサイクリングと部族をフル活用したデッキで、サイクリングを持つビーストクリーチャーを多く採用しているのが特徴です。メインのダメージソースとして使われたカードが稲妻の裂け目。稲妻の裂け目は2マナの赤いエンチャントで、サイクリングするたびに1マナ払うことで好きなところに2点ダメージを飛ばせるエンチャント。ビーストをサイクリングして稲妻の裂け目で相手のライフを削りつつ、墓地にビーストが溜まったら総帥の召集で墓地のビーストを全部場に戻し、対戦相手を一気に踏み潰します。オンスロートでのシナジーをさらに活かしたデッキがゴブリン召集。赤単のゴブリンデッキに黒をタッチしたタイプですが、単純にゴブリンで殴りかすデッキではありません。同じオンスロートに収録されたスカークの探鉱者やゴブリンの名手がキーカードとなっており、スカークの探鉱者でゴブリンを墓地に送り、そのためにゴブリンの名手でダメージを与えるという戦略的な面を持っています。そしてこちらも墓地に十分なゴブリンが溜まったところで総帥の召集を使い相手を攻め破ります。クリーチャーを横並びさせるデッキは全体直に弱いという欠点がありますが、総帥の召集があればそれのケアも簡単です。ただし最初にも言ったように相手の墓地からもクリーチャーが蘇るので過信は禁物です。あんま関係ないですけど、総帥の召集ってちょっと言いづらいですよね。続いて紹介するのは霊体の地滑り。当時のスタンダードを代表するデッキの一つ、アストログライドのキーカードとなる1枚でした。サマーの白いエンチャントで、その能力はプレイヤーが1枚サイクリングするたびにクリーチャー1体を対象として追放し、次の終了ステップ開始時にそのカードをオーナーのコントロール下で出すというもの。サイクリングを駆使することで相手のアタッカーを抑え込んだり、変異している賛美されし天使を表にしたりできるなど、用途が広く使えるのが特徴。もちろん出た時能力を持つクリーチャーとも相性がいいため、これらのカードを駆使して作られたデッキがアストログライドです。アストログライドでは先ほども出てきた稲妻の裂け目が使用されており、これで小型クリーチャーを除去したり、プレイヤーへのダメージソースとしたりしました。これで対処しきれない大型クリーチャーなどは、霊体の地滑りで対処。戦闘時にブリンクすることで、戦闘から取り除かれるため、実質ノームのように使えます。サイクリングを多用することで、ドローカードを必要とせず、安定性が高いのが強みで、一旦盤面が整ってしまうと、対処しにくいのが大きな特徴でした。最初はキーカードである霊体の地滑りと稲妻の裂け目を使うために白赤で組まれていましたが、その後地図作りや黒さの大画像を使用した白赤緑が主流になっていきます。その後スカージでは永遠のドラゴンという再利用ができるカードが登場。さらにフィフスゾーンで永遠の商人が登場すると、サイクリングランドを使った戦術も登場します。新しいセットが出るたびにその姿を変えながら、オンスロートブロックがスタンダード落ちするまでメタの一角に残り続けることとなりました。最後に紹介するのは蒸気の連鎖。蒸気の連鎖は青1マナのインスタント。土地でないパーマネント1つを手札に戻し、そのパーマネントのコントローラーが土地を生贄に捧げると、今度はそのプレイヤーが蒸気の連鎖をコピーして使えるという効果を持っています。相関と比べると戻せる範囲が広がったものの、相手に利用されて自分のカードも戻されてしまい、計算が狂ってしまうというデメリットもあります。ただ1マナでこれだけ広く対象を取れるインスタント呪文は他になく、コピーするのに土地を必要とするため、気軽にコピーできるものではありません。安易に相手の蒸気の連鎖をコピーすることで、土地が足りなくなって動けなくなってしまったら本末転倒です。当時スタンダードで人気のあった青緑スレッショルドのサポートとして使われることが多いカードでした。また現在でもレガシーやヴィンテージでは現役で、主に相手のコンボ対策となる置物を対処するためにサイドボードで採用されています。下環境のコンボデッキはインスタントやソーサリーから始まるコンボが多いため、蒸気の連鎖をコピーされてもほとんど痛くないからです。さらにアントと呼ばれる呪文を連打することで苦悶の触手のコピーを作り勝利を目指すデッキでは、ストームの数が足りない時に自分の睡蓮の花びらやライオンの瞳のダイヤモンドに蒸気の連鎖を打って手札に戻し、備え直すことによってストーム数を稼ぐというテクニックも使われます。虚空の杯には効かないので、突然の装備と使い分けされるのが一般的ですね。
というわけで、オンスロートメーカード5選やっていきましたけど、いかがでしたでしょうか。もうね、今回の動画では、総帥の召集というね、言葉が、本当に、言いづらくて。まあね、ちょっと、ね、皆さんのコメントでもね、統率者戦がね、僕言えないとかね、あるんですけど、総帥の召集も苦戦しました。動画撮る前に練習したもん。はい、というわけでね、皆さんもね、このオンスロートで、思い出深いカードなどがございましたら、ぜひね、コメントで教えてください。というわけで、今回の動画は以上になります。よろしければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロピー大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。